アベノミクスによる富の偏在格差拡大を是正しよう今こそそれをやるべき時ですアベノミクスの中でまさに大胆な金融緩和機動的な財政政策民間投資を促す成長戦略と言われていました安倍総理は世界で一番企業が活躍できる国にすると言いました。 大企業は内部流報475兆円も貯め込みました、えー、そして例えばお金のある人々投資家たちは株にお金をつぎ込み株高の中で金融資産をとても拡大をしましたしかし一般の人々働く人たちはどうでしょうか世界で一番企業が活躍できる国にする一方で 働く人たちはまさに非正規雇用が4割となりえ労働分配率は下がり実質賃金は下がり貯蓄ゼロの人たちが拡大をしましたまさに格差が拡大をしたわけです。そんな中今コロナの中でえ格差拡大がさらに大きな歪みを生んでいます。 住まいがない仕事がないお金がない地面の底が抜けるようなそんな暮らしをしている人たちをたくさん見てきましたとりわけ女性非正規雇用が多く雇い止めや仕事が減るシフト制で仕事がなくなるそんな中本当に仕事がないお金がないそんなところにもす生きていきたい生きさせろっていうのが多くの人の悲鳴です。 このの格差拡大、富の偏在を変えななければなりません。そうでなければこの社会は人々の人生は持続可能なものとはなりませんだからこそ経済政策も労働政策も社会政策もまさに変えていく税金の取り方と使い道を変えて富の偏在これを変えていく富の再配分これをしっかりやっていきます。